こんにちは、ゆりです。いちです。ゆりチャンネルです。今日はダイソー、キャンドゥ、セリアの3つの100円ショップで購入した生活用品をご紹介していきたいと思います。よいしょ。イエーイ。なんか子供みたいリビングのテーブルの、ね、椅子が届いてなくて合ってないんだよね新生活とか同棲を始めるときに、うん、まず最初にお買い物をね、うん、行くと思うんですけど、うん、一番最初にやっぱり100均で行くのがいいよね。そうだね。でそれで揃えられなかったものに関してはニトリとか、うん、そういうね、うん、家具屋さんで揃えるのがいいよね。いいね。ダイソー、キャンドゥ、セリアあるんだけど、うん、全部回りました。全部回ったね。大変だったね。いろいろショップごとのおすすめのアイテムを買ってみたので、ぜひぜひ参考にしてみてください。じゃあいきますか。はい、せーの、レッツゴー。じゃーん。こんなにも買いました。埋もっちゃってやばいねこれ。そう、じゃあまずはダイソーから紹介していきたいと思います。ダイソー。ちなみに今回買ってる全部の商品は100価格です。全部。そうです。じゃあまず何買いますか。何買いますね。困ったね。じゃあこれです。じゃじゃじゃーん。一番最初は靴べらです。手が強い1個目だな。靴べらの私必需品なんですよ。もうこれ大事です。そんなキャって一番最初が靴べら。それな。で続いてはじゃーん。泡立ちをよく傷をつけにくいソフトスポンジそこから読むかい。6個入ったスポンジになっています。そうね。ダイソーのスポンジがね一番おすすめっていう風に書いてあったのでダイソーで購入しました。濃い色の部分と薄い色の部分があるんだけど、この濃い部分で汚れが落ちづらいとこ、薄いところは普通に洗うっていう、この2種類の性能を持ったスポンジで、高性能だね。高性能スポンジなんだよこれ。だから6個あるからしばらくは買わなくていいしね。うん、180円で6個だからね。すごいよね。で続いて買ったのがじゃーん、歯ブラシスタンドです。この穴が開いててね、ちょっと歯ブラシをつけれるやつなんですけど、私がホワイトで、イチロー君がグレーで色違いで買いました。これもダイソーのお目玉商品。目玉商品。目玉商品で、うん、すごくいいっていう風に書かれていたので買ってみました。すごいスタイリッシュでおしゃれだよね。ねえ。しかもねこの2種類以外にもね他にも色があったのかな、うん、いっぱいあった。黄緑とかピンクとかあったよね。おそろーで、この歯磨きスタンドをね買ったので、うん、じゃーん、歯ブラシを買いました。 You are to mine っていう風に書かれていて、なんかちょっとペアレックっぽいなって思って、ね、ラベラベな感じが可愛いなって思ったので、ね、買いました、ね、あなたと私のものっていう。そう、どっちがいい。一度俺黒にしようかな。じゃあ mine。 mine でいきましょう。私のもの。 You are でいきますなんか同棲ってさこういうの楽しいよね。楽しい楽しい、一番楽しい続いては、うん、私のダイソーの一押しのアイテムです。一押しだよね。じゃーん、こちらです。パンダで覚えてください。パンダね。フェイスタオルなんですけど、めっちゃふわふわなの。ふわ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 なのにモケモケしていないっていうか。そうだね。肌に毛糸がつかないのでめちゃめちゃいいんですよこれ。寝るときにこれを枕に敷いて寝るとすぐもうかっこいいよね。めっちゃおすすめです。タオルってさ大事じゃん。大事。108円でこの生地って考えたらもうめっちゃ得。めっちゃ得。めっちゃ得。めっちゃいい。すごい柔らかいからねこれ。おすすめなんですよこれね。これうん、私が今まで出会った中で一番いい生地。おお、言うね。言うよ。言うね。そしてちょっと忘れてた、歯磨きの色とちょっと合わせて買ったものがあって、それがじゃーん、コップです。歯磨き用のコップ。そう、歯磨き用のコップ。ガラ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 ペッこれもおそろいです。続いてがじゃーん、こちらです。クリア粘着フックというものなんですけど、壁に何かかけたいときは糊が残りにくくって剥がせるので、そういうものでかけようかなと思って買いました。こういうのってね絶対に家に1個あった方がいい、うん、ダイソーのものがすごく強くてねいいということだったので試しに買ってみました。 20×20cm のもの。続いては大きいやつそう、ちょっとはみ出とったんだよねさっきからじゃーん、クイックルワイパー。クリックルワイパー。わー、いいね。フローリングワイパーそうだねっていうものを買いました。これはこうやって伸びる、伸びる、うん、結構長さもあっていいよね。めっちゃいい、めっちゃいい。掃除機がかけれない夜とかパパッとお掃除できるのでこういうのは必要かなと思って買いました。これは100円じゃなくて300円の商品です。あれ知らなかった。知らなかった。300円でもね安いと思います。全然安い。でこれにつけるやつよね。じゃじゃん、フローリングウェットティッシュを買いました、うん、これにつけることができるやつで30枚入りのものです。なんかさ、フローリングに
てない？そのキャラクター似てるわけないですよ。なんでこんな俺ゲジマヤなんだよ。本当にルカスの一郎じゃない？そうやって言うとさ、みんなインスタグラムとかで過去朝来るから、それ言っちゃダメマジで。はい、次行きましょう。続いては、あ、これ私買ってない。一郎入れた？待って、これ入れてないんだけど。え、ゆうな入れてないよ。俺これガチで入れてない。ゆうなも入れてない。続いてもお掃除用品なんですけど、じゃーん、こちらのダイヤモンド鱗取りです。これが結構ね、高性能なんだよね。いろんな YouTuber さんとかネットとかでも紹介されていて、お風呂とか洗面台で拭き取れないようなものをこれで削ることができるので、うん、ピカピカな拭き取った鏡になるので、お掃除用に買ってみました。これね、俺早く使ってみたいんだ。ねー、これで見やすくなったの ね。続いてがこちら、小さいミニのゴミ箱なんですけど、トイレに置こうと思って。同性だと女の子はね、こういうのが必要なので、ちょっと男の子はね、理解してあげてください。ちなみにこういう2タイプのゴミ箱なんだけど、うん、多分ダイソーにしか売ってなかった気がします。あ、そうだね。あるんだけど、可愛くてシンプルなのはダイソーだったかな、うん、っていう感じかな。この蓋がポコってね、なるやつが一番なんで分かるの。いや、そうですよ、やりやすい。一番いいので、これおすすめです。続いてがじゃーん、爪切りです。ブルーで結構ね、可愛くって。え、続いてはね、34の電池を一郎くんが入れていました。5つとね。で、続いてこちら、パフスポンジ用専用洗剤です。これもダイソーで絶対買った方がいいやつで、そうなの。私たちはパンで寝るときにパフを使っているんですけど、うん、 ね、それも洗わないとね、どんどん汚くなっていっちゃうので、持っておくと清潔に洗えるのでおすすめです。水だけだとどうしてもパンで取れないからね。そうそうそう。で、続いてがじゃーん、計量スプーンです。めちゃめちゃ可愛い。初めて見た、俺こういうミルクパン型だって。小さじ 5ml と大さじ 15ml の計量スプーンで、料理するってなったら必要になってくるから。そうだね、買いました。もうユリナなんてね、100均でね、料理コーナー回りながらめっちゃウキウキしちゃったよね。うん、買って終わりにしないといいね。そうだね。それ本当、それが一番大切。ダイソーでの購入品は以上になります。合計金額これだけ買って2376円。いいよ、買い物。これはいいよ、買い物ね。続いてはじゃじゃーん、キャンプでの購入品を紹介していきたいと思います。アピールザジャン、ジャストメイト。ジャンじゃないよ、ダで。あ、ダか。ジャストメイト。ちょっとかっこいいね、名前がね。バルコニーが、うちのね、家には付いてるので、バルコニーの掃除として、これを使おうかなと思います。続いては、じゃーん、電子レンジ調理器パスタです。おぉ、なんじゃこれって思った人いるでしょ。パスタと水と塩を入れて、電子レンジでチンをして、この湯切りのところがあるんですけど、そこからお湯を切るだけで、パスタが完成するという、超絶便利品です。やばいよね。100均のおすすめアイテムみたいで、これ欲しくてね、買いました。で、続いてはじゃーん、キッチン用のハサミを買いました。これも大切だね。続いてがじゃじゃーん、こちらです。これはこの蓋が立てることができて、便利なタッパーだね。ダリグラスだとついついご飯を作りすぎてしまった時とか食べきれなかったりすると思うので、こういうのに入れて保管したりとか、で、一つあったらいいかなと思って買いました。そう、ね、買ってそうはないアイテムだね。うん。で、続いてじゃーん、なるほどしゃもじケース付き。なるほど。そういう名前なんですけど、炊飯器にくっつけて使うことができるしゃもじになっています。容器に吸盤が付いてるのってめちゃくちゃありがたいよね。ちなみに炊飯器買ってね、炊飯器でもね、このしゃもじが付いてたの。そうそう。でもこっちの方が良かったね。そう、吸盤が付いてるから。で、続いて一気に行くんですけど、キッチンアイテムですね、全部ね。こちらからお玉、ベラターノって言うんだって。あ、これがベラ？シリコンスパチュラ。スパチュラね。で、これがトングです。うん。全部これは黒で揃えてみました。すごいよな、100円ショップ。そう、キャンブーはキッチンアイテムがとにかく充実していて、うん、一番いいということだったので、キャンブーではキッチンアイテムを買いました。キャンブーで買った商品は全部で1080円です。1080円でさ、ほぼほぼさ、キッチン用具手に入れたことになるからね。ね、めっちゃいいよね。じゃあ最後はセリアになるんですけど、セリアがね、一番お買い物しました。そうね、出してこっか。じゃーん、こちらがセリ
アでの購入品になります。じゃあ早速一つ目はいっぱいあるからサクサクいこう。じゃーん、こちらです。いつの間にか隠れちゃったじゃーん、こちらです。ステンレスのトレーを野菜とか調理中のお肉、唐揚げとかだったらタレにつけたやつとかここに置いといたりとかできるので買いました。これ見ると調理学校思い出すなで、続いてなんですけど、セリアでおすすめされていたものが食器類で、すっごく可愛くておしゃれなものとかが種類がたくさんあるっていうことだったんで行ってみたら本当に種類が多くて、じゃーん、こちらを買いました。可愛くない？可愛い、カラーがめっちゃ可愛いの。可愛いでしょ。パステル系のカラーで、スープイで、ね、で買いました。続いてじゃーん、こちらです。醤油を入れたりとかできるので買いました。これもお揃いのねやつにしました。可愛いよね。めっちゃ可愛いよね。100均でこんなにねしっかりした可愛いものが売ってるんだったら全然100均でいいよね。容器はね、セリアはいい。で、続いてはじゃーん、こちらを買いました。ザルとボウルの2点セットなんですけど、野菜を入れて水を切る用のものを買いました。サクッと使いたい時に使えるかなって思ってM サイズを買いました。セリアってね、かわいいよね。かわいい色いっぱい置いてんだよな。続いてはクッキングシートです。お菓子とか作るときに必要だよね。これもギンガムチェックでかわいい。かわいい。続いてがじゃーん、こちらです。これは菜箸です。お箸よりもちょっと長めな菜箸は料理のときに使うかなって思って、うん、2個セットで売っていたのでこれも買いました。いっぱいあったよね、菜箸は菜箸でも。はい、次。じゃーん、こちらです。これもパステルピンクでね、めっちゃ可愛いんですけど、ポンプボトルです。ハンドソープ何回も何回も容器付きのハンドソープを買ってると高いから、詰め替え用で買おうかなと思って買いました。続いてこちら吸盤ポットです。フォークとかスプーンを、洗い終わった後に洗い終わった置くんだよね。そう続いてがじゃーん、こちらです。お塩とかね、お砂糖とかここに入れて使おうかなと思って。こういう風に横にするとさ、スペース取っちゃうから、縦に詰めるんだって。本当だ、めっちゃいいね。めっちゃいいなこれ。それと続いて計量カップです。料理するときは必要です。続いてじゃーん、こちらはクリア容器なんだけど、これはね、俺のメイク用品をこの中にペンシルとか、あと下地とかっていうのをこの中に突っ込んで使おうかなっていうふうに思います。それとじゃ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 こちらです。かわいい。かわいい。これは1人3箱ずつ買いました。私がピンクで、つばくんは柿色。そう、かわいいよね。うまいんだよね、セリア。ピンクはピンクでもね、この薄ピンクとか、カーキはカーキでもこの色とかね、もうカラーがかわいい。カラーがね、とにかくね、センスがいい。これはちなみに入れるものは下着とか靴下とか、ちっちゃいものってバラバラしちゃうので、まとめてポンポンポンって入れようかなと思って買いました。セリアで買うのがおすすめ。うん、俺イチオシ。続いてがじゃーん、こちらです。ソフトバスクリーナーというもので、お風呂を掃除するものです。シャワーとかね、お風呂後にこれで掃除するの。お掃除グッズも必要だからね、ママとかにね感謝だよね。本当にこんなお掃除グッズ使ってお掃除してたのかってね。ありがとうございますそして次なんだけど、化粧用品を見てて、なんだこれと思って、じゃじゃーん、 3D パフスタンド。これすごくない？すごい。これね、パフのスタンドになってんの。綺麗に清潔に保てるので、パフを使っている方にはめっちゃいいのでこれね、革命的。お揃いで買いました。色違いで、白と黒、全部ほとんど色違いで買ったよね。そうだね、うん、色揃えた方が可愛いし。可愛い。で、続いて、あ、これはイチローが入れた、これ買ったやつ。じゃーん、アルミキッチンタオルバー。キッチンにタオルが必要だから、これにかけて使いたいと思います。なるほど、めっちゃ便利だね、で、続いて私はじゃーん、コットンパフを買いました。朝に拭き取り化粧水だったりとか、ネイルを落としたりするときとか、何気にパフは使うので、これも130枚入っていたので買いました。いいね。それとじゃーん、ミニ時計です。洗面所でね、そう、使おうと思って。洗面所でメイクとか髪の毛とか意外とこうね、時間を気にするんだけど、時計置いてないなってなってたから。そうね、洗面所に iPhone 持っていくと濡れちゃったりとかするじゃん。だから洗面所にはね、割とこういうミニの置き時計を置いとくと便利かなと思います、続いてはじゃーん、洗濯ネットです。2つとも形が違うものなんですけど、下着用と
シャツ用を買いました。洗濯ネットは買うべきだよってママに言われたので買いました。ごちゃまぜになっちゃうとシワもついちゃうから、こういうのに入れてシワ防止とか、生地もね吸水ちゃうといけないから、必要ないように見えて結構必要なアイテムなんだよね。今まで人生で一回も洗濯機を使ったことがないので、そう、これを使ってねやるしかないね。頑張ります。頑張ろう。続いてはじゃーん、こちらです。紙コップと紙皿と割り箸です。これはお客さんが来た時でも使えるし、まとめて買っておきました。紙コップが40個も入ってる、やばい。そして紙皿が25枚、そして箸が30膳。おお、すごい。こんだけ入ってたらもう次買うことなんて ねないと思う。続いてがじゃーん、こちらです。これは軍手3枚入りです。軍手も何かと使うことがあると思うので、ね、軍手も買おうと思ったんですけど、3枚も入ってるってすごいよね。入ってるよね。で最後はこちらなんですけど、これは全部災害用バッグに入れるものを買ってきました。災害用バッグもやっぱり新生活を始めた時に準備しなきゃいけないなと思っていて、ネットで調べたら一見で結構揃えられるみたいだったので買いました。またこれもねいつか、そうだね、紹介できたらなっていうふうに思っています。以上がセリアでの購入品になります。全部で3348円です。あー、すごい。お腹いっぱいだよもう。すごいね、こんだけ買って3300円って。セリアはすごくデザイン性がね高かったので、おしゃれにしたいものとかを買いました、うん、とにかく何でも揃っていて、そうなんだよね、全部がレベル高い、いいものが揃っているので、セリアではいっぱい買っちゃったね。そうだね。いや、セリアはね多分また行くと思います、うん、これからねまた何か必要になるたびにセリアで、ね、行こうかなって。100均でこんだけいいもので買えたら、うん、100均で全部揃えられちゃうよね。いや、揃えられるよ本当に、うん、100円で売ってないね、傘立てとか、うん、アイロン台とかはニトリで買ったんですけど、売ってないもの以外は全て100均で今回は揃えました。今回は100均での購入品を一挙まとめてご紹介しました。めちゃめちゃ買ったね。めっちゃ買ったね。100均だけでちなみに全額6804円。こんなに買って、こんなに買って、本当にびっくりなんだけど、うちの家以内で買えたの、すごい。すごいよね。え、すごいね。すごいすごい。100均様様だね。マジで。ぜひぜひ参考にしてみてください。他にもね、100均でこれだけは買った方がいいみたいな、そういうのがあったらね教えてほしい。本当に安いの大好きなんで。大好き。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録のよろしくお願いします。この動画が少しでも参考になったらグッドボタンよろしくお願いします。SNS もよろしくね。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。